ルルルルルー、さあやっていきましょう。遊戯王デュエルモンスターズ4バトルオブグレイトデュエルスト城の内デッキ、さあやっていきますか。まず、まあ、このゲーム、どうもライスゲームのライスです。でもね、まずね、続きからね、まず見てみましょう。この前の人がどれぐらい、なんだこれ、キャンペーンかな、どれぐらいやってたのか、まずデッキを見ようじゃないか。デッキ見たいよね。なんかさ、ちょっと見たんだよな、ちょっとだけ見たんだよ。クソ弱そうなんだけど、でも全然やってない感じがするんだ。見てこれ、わかんないでしょ。俺も全然わからん。とにかくカバンの中身、カバンが全部で1600あるのに20枚ぐらいしかなさそうなんですけど種類が、見てこれ全然持ってない。ということで最初からやっていきます。多分これほとんど最初からの状態。コナミ、本当は買い場が良かったんだけどな。なんで城之内なんだろう。やっぱみんな城之内嫌いなんかな。これ売ってたのこれなんだもん、しょうがねえよ。さあ始めからやりましょう。始まりからやり直したいのか、お前そんな顔で言う。初期化しちまうぜじゃねえよ。なんだよ、お前レッドアイズよこせ。キャンペーン、さあやっていきましょう。まずはこいつ、こいつ名前なんだっけ。わしは海のデュエルスト、カイジリョータじゃ。わしは、わしのフィールドじゃ簡単に5回も勝てないぜ。5回も勝つのこいつに。待って、5回も勝つの。あ、これさ、実況取って、ちょっと取って、よし、じゃあ裏でいっぱいやろうかっていうやつ、全然やってなかったじゃん、さっきのやつ。あ、待って、さっきのやつ、敵と一回も戦ってないわ。うん、変わってないもん。なんだよ、これも、前持ってた人ゴミだな。じゃあ、デュエルしていきましょうか。まあ、この遊戯王の、まあ、あの、やり方は簡単で、なんすかね、なんか、雷族とか、まあ、とりあえず強いやつを、こういう表示でやれば勝てるでしょ。いや、待てよ。まず相手の出方を見るために、まず、キラースネーク。これ効果あるの？なにこれ。守備。これ効果あるかどうかわかんねえじゃん。これな、捨てるとかある。ターン終了で。カイジ・リョータの番です。ババーン、スターボーイ。うわ、すげえ似合ってしてる。こいつすげえ似合ってしてる。でも、俺の、これな、効果使う？いやいや、先に攻撃しよう。効果とか全然わかんねえな。でも、とりあえず攻撃していこう。で、後からだんだん、これ一回実況して、後々効果とか全部見るわ。何？土魔族の方が強いんか。土魔族やったら、水魔族の方が強そうじゃない？森魔族の方が強いかな。なんだこれ。いや、多分ね、水魔族の方が強いと思う。土には水よ。これ倒せる。何？水魔族、なんでこれ HP 8000もあるんだ。クソ長いじゃん。HP さ、この攻撃力ならさ、4000か3000とかにしようぜ。うわ、めっちゃ攻撃してくるやん、こいつ。もう強っ。俺のサンダーなんちゃら何やったんや。水族は勝てないのか。ちょっとさ、これさ、攻略本かなんかないときついぞ。いや、これ目玉親父でさ、目玉親父でいけるやん。あーし。悪魔の偵察者。攻撃。カニは死ねえ。多分悪魔族は天使族に弱いとかそういうのあると思うんですよね。でターン終了して、でもね、多分ね、これで恋してくると思うんだけど、ただね、絵がちょっと綺麗だね。うぅー、バカだよお前。まず調べたいよね、いろいろと。水魔族は亀屋族に絶対弱いと思うんで、けど黒仮面道500、裏のやつ、こうしよう。死ねえ！スターボーイ！スターボーイ！悪魔の偵察じゃないと倒せんじゃん。しかもさ、これさ、悪魔の偵察者っていう名前だった気がするけど、名前入ってないし。漢字使えないし。ねえ、来いや、前。何？スターボーイニヤニヤしてる、あいつ。どうやって勝つの、これ。謎の手。ほら、なんと、うわ、スターボーイの方が強い。というと、こっち弱すぎ？弱すぎないか？
いや。しね。よし。勝てる。魔法カードとかないの？魔法カードないのこれ。モンスターだけ？きつない？攻撃力高いやつ。とにかく攻撃力高いやつ。来たー。クリボーの屋根裏の。屋根裏のものの何やそれ何やよし悪魔の偵察者これもしかしてエーデンだゲームかこれはあの俺の好きな YouTuber を見ながらゲームをするときは来たのではないかまずね、この実況で5人倒したい感じはするんだけどな多分倒したらカードとかもらえるだろおこいつねよしいいねこいつ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 カエルスライムほらアメーバ撃破よしあてかさ見よっか効果効果を発動することができませんうーん効果を発動することができませんなんだよ効果を発動することができなんだよゴミじゃねえかじゃあもうこれしまくろううわーこれちゃんとあのー、攻略サイトを見ながらの方がいいな。攻略サイトガンガン見るわ。ガンガン見て、効果とか全部知って、誰がドイツに強いのか、ちゃんと見るわ。で、これ、短周量さ、一番左上にしてほしいよね。うきたー深淵に咲く花かなよーし。そしたら、この550のやつで攻撃。多分通る。ゴミ、太鼓の壺。太鼓なんだ、太鼓でも打つのか太鼓ってもう昔の壺だよな、完全に。なんかさ、そんなんやったらさ、もうなんか明治の壺とかしてほしいな。明治で作ったんです。僕が、みたいな。誰やねん。よし。これディティールってなんだろう。あ、まあいや、とりあえず、ここは一旦かなり終了して、次、開始早々ちょっとやってみるか。もしかしたらサレンダーのやつかもしれないから。よし。あ、もう偵察だで、攻撃して。はい、ガンガン行って。あ、これもこのターン倒せるんじゃない？なんでさ、これさ、HP8、ライフポイント8000もあるの？バカじゃないの？これ作ってきたバカだろ。これ多分、周回ゲームだから、そんなにね、HP、ライフポイントは多いの。ダメよ。深淵に咲く花めっちゃ怖くない？まあ、絵が綺麗、とりあえず。これゲームボーイカラー。ぐわー！わしの負けじゃ。次こそ海の恐ろしさを思い知らせてやるぜよ。デレに勝ったので、仮面の契約を手に入れた。あ、マホカードか？闇の仮面と2体を生贄に新たな仮面を召喚。お、儀式カードか。闇の仮面と2体のモンスターを、闇の仮面と2体のモンスターって3人もいるの？強っ。クソ強っ。いや、弱そう。クソ弱そうなんだけど。お前ら5回も倒さなきゃんの。いや、これなんか長くなるから、ちょっと今回短くいこう。毎回1時間動画にして、今回めっちゃ短くいこう。このさ、メガネ、インセクト派がいこうぜ、インセクト。いや、僕はインセクト派が、対戦で優勝経験がある実力者、僕のスーパーインセクトデッキの恐ろしさ、味わうがいいさ。よし。じゃあさ、ちょっとあれ、言いたいけどさ、ダンシング、あ、ディティールって何？あ、ディティールって、あれか、効果を見るやつか。で、カバン戻して、で、カバンで、さっきの家をで、よくわからんやつ。よくわからんけどさ、めちゃ長くないこれ。どこにあんの？めっちゃ早く見るよ。これもうみんな見えんのじゃないかっていうぐらいめっちゃ早く見るけど、ないじゃん。儀式カードのやつ。儀式カードのやつどこ？全然、マジないし。この速さよ。この、前の実況で、お、来た。前の実況で、やぶさめを、経験に加えとってよかったな。よーし。仮面の契約。どう使うか全然わからんけど。インセクト、ハガの番です。書き付きインセクトアーマーを使った。何？ブレードフライはパワーアップした。何？なのに守備障子。
こいつ何強いってめっちゃ強いってバカじゃねえの。うわ、森魔族って何ていうんだよ。火炎魔族とかに。森魔族って何人弱いの。いや俺はまだ調べん。デビルハーゲンとかすげえ効果強いんだけどな。で風魔族で攻撃したらあいつ死ぬんじゃね。風魔族で死ね、風魔族で死ね、死ぬじゃん。あ、しかも守備超人攻撃しても死ぬんやん。マジかよ、マジかよ。ディティール鋭い剣のような腕を突き出して飛んでくるハエ。ハエなのかこいつ。フライドフライハエなのか。俺ハエにやられたのか。くっそ、単純量こいつハエなのか。ゴキボール、うわ強え。あ、生贄捧げた。ゴキボールの方が強えんだ。しかもうわ強え。ちょっとさらに強くなってるじゃん。丸いゴキブリゴロゴロ転がって攻撃、守備障子が意外と高いぞ。意外と、あ、意外とじゃない、それは高い。森魔族か、なんだ森魔族ってなんだ。風魔族じゃ倒せないんだもんな。これもうね無理だよ、風魔族じゃ倒せんのだろう。ちょ、森魔族って何に弱いの。火炎魔族とかに弱いの。火魔族とかそんなんだろ。デビルフランケンだぞお前。効果でこのモンスターには効果ありません。んー、ごめんなさい、ちょびちょびします。強くない？火炎魔族出らんかな。ニードルワーム、あーそいつの効果も強いんだよね。手札をね、あーデッキをね、相手の手札、うん、相手のデッキを上から5枚捨てるっていうね、クソ強いやつね。うわー水魔族来たよ。森魔族の方が絶対強いだろ。お前こっち黒魔族やぞ。黒魔族は森魔族に負けるわけ。負けるこれ負けるこれ。すごい強いやつ強い。あ、また生贄した。インセクトクイーンは効果を発動した。何、味方の昆虫族の数だけパワーアップする。何、すごい強い。あー、インセクトクイーン、インセクトクイーンだっけこいつ名前。味方フィールドにいる昆虫族の数だけパワーアップする。森魔族かっこいいな。それちょうだい俺に。俺こんなんで戦わないけんのよ。無理だよ。お前いけるやろ。お前いけそうな顔してんもんな。お前いけるよ、いけ。いや、まず効果を見よう。効果、はい、この効果には、このカードモンスターには効果がありません。攻撃ドーン、インセクトパンチ。なんだよこれ、勝てねえよこんなの。レベルを RPG だな、うん、このゲームは RPG です。大きな虫取り網と虫かごを持ってきて、腕が悪くちゃ意味がないのさ。強え、あいつめっちゃ強え。もうパスワード調べまくってパスワード言いまくろうかな。あ、やべえ、8桁の数字を入力してください。だな、これ俺の実力が出るところだな。8桁の数字ってことは1、2、3、4、5、6、7、8、8桁っていうことは1兆分の1の確率で当てる。しょうがねえな、これはね。鉄塔がいいんだよ。でここ22とかにして3、5、1きた。はい、なんか来い、なんか来い。おかしいな、パスワードが間違ってる。まあちゃんとやってる。じゃあゼロでさ、これいけるんだよ。ゼロでさ、いきたいね。あ、ちゃんとやってるわ。このゲーム、ちゃんとやってる。ちゃんとやってるわ。でもさ、これデュエルスター、デュエリストレベル、レベル76で、デッキキャパシティが1610ってことは、これ前の一番最初買った人は、ちゃんとやってたんだろうな、多分。で、データ消しても、これが残ると。何これ。あ、対戦か。え？何これ ?500 って何？ 2000。対戦って何？対戦って何？通信対戦のことか。通信入れだよ通信対戦だね。トレードは？
トレードも通信ネット。なんかポケモンみたいに、なんかいろいろみんなにかわして、まあなんかいろいろやっちゃおうみたいな感じで、うわぁ、これさ、5回ずつ戦わなきゃいけんのか、頑張るわ、俺。超強くなってくるわ。めっちゃ、次回、めっちゃ強くなってくる。俺、めっちゃ強くなってくるよ。インセクト、ハガをもう一回、倒す。いや、もう一回倒すっておかしいけど。次倒す。